87式軽爆撃機87式軽爆撃機は太平洋戦争前に日本陸軍で採用された爆撃機である。設計、製造は三菱重工業。海軍の13式艦上攻撃機を陸軍向けに改造した機体で陸軍最初の国産性式軽爆撃機となった。1925年に日本陸軍は新型軽爆撃機の開発を 中島、川崎、三菱の3社に命じた。三菱では陸軍向けの機体を新規開発する方針だったが、開発に時間がかかりそうだったため、海軍向けとして、すでに実績のある13式艦上攻撃機を陸軍向けに改造した機体を提出し、その後新規開発した機体を審査に提供することとした。試作機は1926年3月に完成し、 6月には他社の機体との比較審査が行われた。審査の結果、どの機体も要求性能には達していなかったが、性能的にバランスが取れすでに製造されている機体を利用していることから補給が容易であることが評価され、本機が一応採用されることとなった。その後、三菱の新機開発機である和紙型系爆撃機が完成し本機と比較審査されたが、 本機の方が性能的に優れていたため、1928年に87式系爆撃機として正式採用された。本機は胴体、翼とも木製骨格にハフバリの複用単発機で機体全部のエンジン周辺だけ金属製となっていた。構造的には旧式だったが、操縦性能が優れており、満州事変の初期まで利用された。しかし、 より近代的な88式偵察機、88式系爆撃機が導入されたため、以後急速に前線から引き上げられた。生産は1929年まで行われ、生産機数は48機であった。ありがとうございます。